ウォルター・ヘーゲンはアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスター出身のゴルファーである。競技ゴルフを確立した往年の名選手の一人として知られる。ほぼ同時代にプレーしたボビー・ジョーンズが生涯アマチュアを貫いたのに対してヘーゲンはプロゴルファーとしてキャリアを送った。継承としてザ・ヘーグと呼ばれた。プロスポーツ選手として 生涯に100万ドル以上を稼いだ選手は平原が最初だと言われている。メジャー大会の優勝回数は11勝。これはジャック・ニクラスが1973年の全米プロゴルフ選手権でメジャー大会12勝目を挙げるまで44年間に渡りゴルフ界の歴代1位記録であった。平原がメジャー大会初優勝を果たしたのは1914年の 全米オープン選手権であった。しかし直後に第一次世界大戦が勃発し、戦時中はゴルフトーナメントも中断されていた。1918年11月に第一次世界大戦が終結した後、メジャーゴルフ大会も再開された1919 19年に、平原が同じ全米オープンで優勝を飾っている。しかし1920年以後、全米オープンとは縁がなかった。 1920年代には主に全英オープンと全米プロゴルフ選手権で活躍した。当時の全米プロゴルフ選手権はマッチプレー方式で行われていた。同選手権が現在のようなストロークプレー方式になったのは1958年以後のことである。また、アメリカ人のゴルファーが全英オープンを制覇したのも1922年の平原が最初であった。 平原の時代のゴルフメジャー大会は、全米オープンと全英オープンの他に、全米アマチュア選手権と全英アマチュア選手権から成り立っていた。平原の最後のメジャー優勝の翌年、1930年に、ボビー・ジョーンズがこの4大会を1年間で全て制覇し、当時としてのグランドスラムを達成した。そのジョーンズが、現役引退後の1934年に、 創設したのがマスターズである。そして、二つのアマチュア大会に代わって、全米プロゴルフ選手権がメジャー大会として扱われるようになった。従って、平原が活躍した時代のメジャー大会は現在とは大きく異なっていたが、彼が1920年代に獲得した全米プロゴルフ選手権の5勝も数えて、通算11勝とみなすことができる。 ウォルター・ヘーゲンは1930年5月、日本ゴルフ協会の要請を受けて来日し、当時の日本のトップ選手たちとエキシビションラウンドを開いたことがある。1937年10月3日に開場した東京都小平市にある小金井カントリークラブは、ヘーゲンが設計したコースである。1969年10月5日に76歳で、成居。 1974年に世界ゴルフ伝堂入り、1999年に創始された世界ゴルフ選手権の第一戦アクセンチュアマッチプレー選手権の優勝カップには彼の名前を冠したウォルター・ヘーゲンカップの名前がついている。2006年の全米プロゴルフ選手権でタイガー・ウッズがメジャー大会12勝目を挙げたことによりヘーゲンの通算11勝は 歴代3位記録に後退することになった。太字はメジャー大会優勝。ありがとうございます。